さきなとみかの世界は癒しにあふれてる。おはようございます。おはようございます。はい、12月29日、2020年最後の配信になりました。はい、はい、ではさきなとりかの世界は癒しにあふれてる始まりましたね。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか本当に最後の最後になりましたね。今日12月29日ですよ。なんか、ね、今年1年はコロナに明けてコロナに暮れるみたいな ねそんな年で、うん、もうなんかこう長い間生きてきたんですけど初めての経験だったかな、こんなのはね。そうですよね。そんな感じですよね。うんうんうん、はい、どうでした？なんかこう理科さん的にこの1年みたいな。この1年、うん、あ、私は本当に私事ですがね、17、8年ぐらい勤めていた、うんうん、ね、前回もお話ししたその税理士事務所、うん、を昨年末でちょうど退職したばかり。そうでしたね。で、うん、なんかそう思っていたらコロナ、うわ、通勤していたら私どんなになっていたんだろうみたいな、それはすぐ思いましたね。あ、そっかそっか、すごく、うん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 、いや、だから皆さんね、コロナって言い始めてからもう皆さんがほら通勤電車ね、特に最初の頃なんて、うん、通ってらっしゃる、やっぱり在宅まだ増えてない頃、うんうんうん、皆さん普通にね、通常通り満員電車に乗ってらした方とかたくさんいらっしゃるんだろうなと思って、うわー、すごい、もう皆さんなんかすごすぎるって思ってましたね。なるほどね。うん、さ、私はその立場じゃなくなったので、ちょうどうわーと思って、もう本当にうわーっていう感じがしてました。そっかそっか、なるほど、そうですよね。だからなんか こんなさ時が来るなんて、やっぱりほとんど想像してない方が多いと思うし、もちろん私たち全く想像もしてなかったから、なんか何ですかね、この どんでん返しじゃないけどさ、生きてるとさ、いろんなことあるんだなみたいなことをね、本当に思いましたね。予想だにしなかったとはこういうことですかって。そう、ね、そう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 。でもなんかこうニュースとか、うん、テレビとかいろいろなの見てて思うのは、うん、まあ、ネットとかもそうなんですけど、うん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 、でもその中でさ、だんだん皆さんこう、なんだろう、その中でもどうしたら楽しめるかなとか考えていってる感じが、うん、そう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 、最近すごく感じられて、ものすごくね、やっぱり費用ごとにね、うんうん、みんな怖い怖いって言ってるだけじゃ、やっぱりなんかね、うん、しょうがないというか、まあ確かに、本当に、うんね、うん、日々生きていくんだったらみたいなね、うん、じゃあどうしたら、ね、いいだろうみたいな、ね、楽しめるかとかね。そうそうそう、この間はね、たまたまテレビで、うん、大学生が、うんうん、寮とかに入ってたりとか、うん、あと、まあ、新入生としてどこかにアパートを借りて始めたとかっていう方たちいっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、今年の4月からね、うん、でそうするとこう仲間が作れないでしょ、学校行っちゃいけないから、ね、触れ合う機会がね、うん、そう、オンラインギリギリですもんね。ずっとオンライン授業だけやってるわけだから、うん、やっぱり結構こう孤独感とか感じてきて、うん、大変だったっていう方の話とかも ね、うん、してて、そうだろうなって。だって親御さんのところにも帰れないわけじゃない。そうそう、ねえ、ねえ、知り合いもいなくってね。そう、しかもね、なんか、うん、例えば東京とかね、うん、大阪とか福岡とか、なんか大きい大都市に突然、うん、なんか山畑いっぱいみたいな自然いっぱいみたいなところから来たら、ね、出てきてね、それで、うん、いろいろなこう孤独感、そう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 、ね、感じますよね。そう、新しい世界で仲間作ろうかなとかさ、希望に燃えて出てきたと思うんだけれども、うん、やっぱりそれがなかなかできないことになっちゃったわけだから、そりゃあね、結構苦しかっただろうなとか思ってね。でもね、なんかその中であるその寮
で、寮になんかこうちょっとカメラが入ってやってたんだけど、いろいろ考えて、それこそオンラインでなんかつながるようにしたりとか、それから最近はね少しこうスポーツ屋外で、はい、風通しの良いところで、まあスポーツをやったり、本当はなんか運動会とか毎年やってるんですって、その寮での。だけど、まあ、今年はそういうことは、まあ、みんなが集まってってのはできないから、なんかなんだっけな、なんとかハンドボールじゃないし、なんか忘れちゃった、ごめんなさい。なんかね考案したスポーツがあって、触れ合いは少ないんだけどスポーツになってるみたいな。触れ合いが少ないけどすごいね工夫されてて ね、うんうん、そうそうそう、取っ組み合ったりとかもちろんしないけど、はいはいはい、なんだけど、スポーツになってるっていうようなのをみんなでね、分かれてやったりとかね、やってるのを見て、あ、なんかこう結構本当になんかそういうとこってさ、日本人って結構 あるのかな、そういうなんていう工夫する力みたいな。なるほどね、結構あるのかな、結構あるかもしれない、思ったりして、ね、意外とね、まあ、でもさ、そうやってみればその4月5月ぐらいとかはイタリアとかでさ、オペラ歌手の人たちが屋上から皆さんに ね、 ベランダからね、そうベランダからとかね、そういろいろ、ね、やったりとかね、そうあれもなんかすごい心温まるというかね、あれはやっぱりヨーロッパとかの、あの文化をすごく映してましたよ ね、 確かにね、なんかみんながとても喜んで癒されてるっていうのが伝わってきましたね。そうですよね、そうそう、日本ではどうかなって実は思いながら、あ、そうかそうか、日本ではね、この間ね、阿波踊りをやったらしい。あ、本当に。そう、もちろん夏中止してて、いろいろ考えて、それこそ、はい、観客も抽選ですっごい限られた人たち の、 あの数 で、うん、で踊る人たちも感覚を置いて踊ってるのね、でね、やっぱりね大変だったのは、太鼓とかをお囃子みたいのが、列が長すぎちゃってね、聞こえなくなっちゃうんだって、先頭となんていう、その音楽奏でてるところと遠いところの人たちはだんだん聞こえなくなってきちゃって、だからリズムが分からなくなってくる。でちょっとこういつもみたいにはさ、なんていうの、こう全くこうまとまってできるっていうのがなんか難しかったみたいなの言ってましたね。なるほど、でもまあいろいろそうやってさ楽しんでるのがなんかすごく嬉しかったなみたいな感じはしました。そういうのね、自分が参加してなくても見てるだけで ね、 いいなーってね、皆さんのところでね、なんかそんな情報があったら ね教えていただきたいなみたいな気がしています。はい、多分いろんなこと、実はね起きてるっていうか、そうですよ ね、 皆さんアイデアがたくさんあると。で今日は実は今までこうなかなかうまくいかなかったフェイスブックライブっていうのをですね、はい、このあずりさんの、画面をそのまま映し出すという形で、ライブとしてお送りしているんですね。いかがでしょう、どうでしょうか、なんかよく見えてよく見えるのか、ちょっと心配なのですけれども、声の届き方とかもね、実はちょっとよくわからない。そうですね、でまあ、もし自分のところでこんな、ことして、コロナ禍ならではの楽しみみたいなね、そんなのやってますよみたいなあったら、コメント、Facebook のにコメントとかもいただけたら、すごく嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。そうですね、なんか一応今年はもうこれが最後の放送なので、今日は1年振り返りたいなって思ってるんですけど、今さっきさとみさんがリカさんが言ってくださった、リカさんにはそういう大きな変化があったっていうことでね、じゃあちょっとこの辺で曲を挟んでから、私の一年っていうのもちょっとお話ししていこうかなって思っています。今日はね、ジョン・レノンのイマジンを選ばせていただきました。いいですねそう、なんかね、こうちょっと泣けてきてしまう歌であったりもするんですけど、私にとっては、やっぱりなんかそれぞれの人が、本当にこう平和に、なんか一人一人が尊重されて生きて いって幸せであるっていう世界をね、やっぱ目指していきたいなみたいな、
それがすごく私は強いので、うん、なんかちょっとね、うん、なんか世界争いなくねっていう、ジョン・レノンの思いを、そんな歌のね聞いていただけたらと思います、うん、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。ジョン・レノンのイマジンをお聴きいただきました。あ、いいねやっぱり、うん、なんか来年へのね、うん、思いっていうかなんか祈りみたいな感じで選ばせていただいたんですけど ね、はい、ちょっと前 のクリスマスの時にも、うん、あのジョン・レノンのクリスマスソングあるじゃないですか、うん、あれをシェアしてる方とかも結構たくさんいらっしゃいましたよね、うんうん、です ね、はい。まあ、今日はね、うん、12月29日ということで、はい、世の中本当はものすごいお忙しい時じゃないですか。ねえなかなかね、このライブを見てくださる方って、ね、そうたくさんいらっしゃらないかもしれないですね。ゴミ捨ての最終とか本当本当なので、あのちょっと孤独に喋ってみようかなみたいな感じです。今日はFacebookの方でもね、一人いいねをいただいたんですけども、なかなかね見てくださってる方は少ないかなと思っています。はい、であのアズーリさんの方ではちょっとこう配信からに、本配信から2週間ぐらい遅れるんですけれども、うん、はい、録画したものを見れる、はい、ホームページから見れますのでね、そんなのももしお暇な時あったらちらっと覗いていただけると嬉しいかなみたいな感じです。はい、じゃあところでところで、ね、ところで、はい、私さきなさんの、うんうん、まあ、この1年の、うん、振り返ってっていう感じですね、はい、含めてですね。そうですね、うん、まあ私はまあ一般社団法人ジャパンストレスクリアプロフェッショナル協会っていうところでですね、
マスターコーチとかトレーナーというのをさせていただいているだけではなくて、はい、まあ、その業界でスーパーバイザーというお仕事をね、3年ぐらいかな、やってきたんですよね。はい、で、うん、まあ、今年はその、お役を退任するしました。そうでしたね、はい、はい、っていうのが一番結構大きい、ね、勤めたこと、ね、そうです ね、ことだったかなって思っています。そうかもしれない、はい、お疲れさいやいや、お疲れするほどなんかお楽しみ様でしたなかなか、ね、って言った方がいいんでしょうか、うん、お役にも立っていなかったっていう感じでもありですね。いや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 、うん、まあ、でそのなんかね、退任に絡んでやっぱりいろんな思いを、うん、感じる、味わうことができたっていうのが今年の一つの大きな収穫かなって実は思ってるんですね。はい、うん、まあ、どうして、まあ、退任しようかなってことになったかっていうと、うん、なんかね、私こう自分が、持っているこう力っていうのがどうもそのスーパーバイザーっていうお役目というかお仕事にね、はい、なんか全然そのなんていうかな、間に合わないっていうのかな、なかなかそうそうそう、なんかビジネスを促進するみたいな、そういうお役目としてはね、はい、なんかこう向かないっていうのか、なんかあんま力がないんですねっていうのをすごく感じたんです、うん、そうかなそれで、そうとは思えないけど、はい、いやいや、まあそれまあまあいろいろな意味でいろんな、うん、まあ、その力の発揮の仕方っていうのもいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、やっぱり本当に求められる形でお役に立つっていうことがなかなか難しいんだな、うん、私っていうのもあって、あ、はい、うん、だからまあ、そうだったら、うん、ちょっと申し訳ない感じもするので、じゃあ退任っていう形にしたんですね、うん、はい、うん、でもちろん自分で決めて退任したんですけど、うん、はい、まあ、人間っていうのはそこがね、うん、いくら自分で決めても、うん、やっぱりね、何かをやめるとね、うん、すごく寂しいもんなんだなっていうのね、はいはいはい、うん、はい、ポカッとね、ポカッと、だから世の中のね、そう、お父さんたちもさ、うん、一生懸命何十年で働いてきて退職するじゃない、うん、でその前は多分もう俺疲れたよとかさ、いろいろ思ってると思うんだけど、やっぱりね、退職した時ってね、すごく寂しいんじゃないかなみたいなね、うん、私そうでした、やっぱりそうかどんなに、ね、疲れてね、もういなんていうの、あの通勤電車、うん、あの混雑の通勤電車乗らなくてなって、うんうんうん、どんなに生成するかみたいな、うんうんうん、正直ね、うんうんうん、思っていたのに、ああそういえばこの時間あの電車に乗ってたんだなみたいな、なんかよぎりましたよ。わかりますよ、そう、うん、そうなんだよね、そう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 、なんか一末の寂しさ、一末の寂しさ、そう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 ですね、なんかそういうのも感じて、うん、でもなんかそれ感じられたことがまた一つね、良、うん、かったなって、うん、いうのもあるんです、うん、やっぱりこう全部さ、うまくとか順風満帆で行ってる時に感じられてることっていうのもまたいいことがあるし、うん、はいはい、でもまあ、もちろんその自分のちゃんと都合とか、うん、理由があって辞めたにしても、うん、そういう気持ちっていうのが、うん、もしかしたら誰にでもあるんだろうなみたいなこと、うんうんうん、それもまた良かったし、うん、はい、で、ね、そう、なんか楽しい、嬉しい、ハッピー、うん、それだけじゃなくって ね、 そうね、やっぱりその不安ね、うん、ちょっと寂しさだったり、そう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 、不安だったり、うん、さらにちょっとした悲しみみたいなの、うん、それをちゃんとね、うん、自分で感じられるって、うん、すごく大事なことですよね。そうですね、そう、そんなの感じちゃいけないとかさ、そうそう、まま、ね、思ってる方もいらっしゃるかもしれないけれども、うんうんうん、別に本当にそのまま感じて、ね、自然に湧いてくるものは ね、 ね、 そう、いいかな、そのままね、うん、ちゃんとこう噛み締められる、そう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 、自分であるといいかなって思いますね。ですね、うんうん、そう、でなんかね、そこからさらにですね、うん、なんとなくやっぱりね、ぽっかりさ、うん、穴が開いたじゃないけど、うん、今までこう朝起きたらまずこう、うん、メッセンジャーとか全部いろいろ見て、私のお仕事のなんかやるべきこととかさ、ずっと毎日毎日3年間それをやってたのでね、うんうんうん、なんかまあその拙い私ができることは小さかったかもしれないけど、やっぱそういうことは自分なりにすごく思ってたし、うんうん、だからなんかね、そのね、なんだろうな、
こう絶対今日はこれやらなきゃみたいのがなくなっていくわけじゃないですか。もちろんお仕事として、うん、私はそのコーチングとかカウンセリングの仕事もしてるから、うん、クライアントさんとの関係は何も変わらないんですけれども、うん、その所属している協会との関係がね、うん、こう絶対これやらなきゃみたいのがどんどん減っていくわけですよね、うん、そうするとなんかさぽっかりしちゃってルーティンがねやっぱり変わってくるとね、そう最初のうちはねいろんなことを感じますよね、うん、やっぱり今まで感じてなかったね、うん、その感情とか気持ちとかいろいろ出てきますよね。そうでね、なんかやっぱりそうしてるとねだんだん自分のさ、うん、エネルギーみたいのが、うん、こう落ちていくような感じを感じたんですよね。まあ別にさいつでもさガンガンに高ければいいっていうものでは全然ないっていうことは分かってても、うん、でもこれなんかこのままずっと落ち続けていつか浮上するんだろうかとか考えたりとかさ、そんなところもね実はね、うん、あちょっと正直言うと少しあったりもしましたね、うん、そういう時もね、そう、うん、でもね、うん、なんかそれこそそのストレスクリアのコーチングをやってきてすごく良かったなって思うのは、うんうん、そういう自分を正直にやっぱり受け入れようっていう自分に慣れている、うんうん、この、まあ、私はちょうど5年ぐらいそれをやってるんですけど、うん、そういうまあ世の中的に言うネガティブな状態とか、うん、ネガティブな感情とか、うん、感覚とかいうものを、うん、まあそれ今感じてるんだなっていうふうにただただ、うん、あの受け入れてままね、うんうん、なんかこうしてたらどうなっていくのかなみたいなね、うん、感じもあったし、うんうん、そんなことをちょっと2ヶ月ぐらい結構な時間かな、なんか過ごしてみました。あでもじっくり、うん、それこそありのまま その自分の状態を ね2ヶ月はぴったりぐらい、ね、うん、2ヶ月から3ヶ月ぐらいそんな時間過ごしたかもしれないですね。でねこれが面白いんですよ。なんかね、うん、人体実験じゃないけど、うん、そうやってるうちにさ、うん、だんだんね、うん、少しずつなんか興味が自分ってこういうことに興味があるんだなとか、うん、なんかこう今までは、うん、あんまり興味持ってなかったものに、うん、なんかすごく興味が出てきたりとか、あ新たな何かが出てくる。そう。でさ人間っていうのは本当にそれ面白いこうアンテナが立つと、うん、そういう情報がこうネットでも何でもこう来るんですよね。来るっていうか、ね、まあ、見えてくるっていうのかな、うん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 、もしかしたら今までもあったけど見えなかったのかもしれないし分からないけど、うんうん、まあ、だからそういう面白い現象、うん、で、うん、あなんか私ちょっとなんていうのかな、うん、心機一転っていうそれほどじゃないけれども、うん、またさらに自分が、うん、興味持ってることがあるんだったら、うん、ちょっと そういうのに時間を割いてみてもいいのかなとかね、うん、そうなの私ね、なんか一時期はね、うん、もう私さおばあさんだからさ本当におばあさんじゃない、うん、だからさもう孫となんか楽しく孫一緒に暮らしてないけど、うん、時々お守りに行ったりとかして、うん、まあ、そういう余生にもうしちゃってもいいかとかね、あなんか穏やかな、そう、まあ、それはそれでいいけどね、うん、別にそれは嫌なわけじゃないんだけど、全然いいと思いますけど、うん、いいんだけど、うん、なんかそれ思いながらもどっかでエネルギーが落ちてってるから あれなんかこれちょっとやっぱり、うん、なんていうのかな、本音は他にもあるんじゃないか、これ以外にもね、うん、これもあるんだけど、うん、それは嘘ではないけど、うん、なんかそんななんかおばあさんで何もしない生活本当にしたいのかなとかね、うん、思ってたらやっぱりムクムクとなんか出てきたのね、うん、えなさんはそのタイプじゃないもん、ね、そうかいやそしたらさなんかもうこのままさいいや一生終わっちゃってもみたいなこと言ってたのに、ちょっと待ってくださいよみたいな、もうちょっとさ寿命が先まであるのであれば、うん、ちょっとなんかもうちょっとやるわみたいな感じで変わってきて、まあ、そうですよ、ね、なんかそれはねでもねこのあずりさんをね、うん、やってみませんかってお声掛けをいただいたりとかした、はい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 、そういうこともねきっと影響してるだろうと思ってます。本当にあずりさんに感謝してます。それは本当やっぱりこれもご縁ですよね。そうですよね、うんうん、なんかそしたらこんな喋るの好きなんだなってね、うん、自分で分かったりとかね、はいはいはい、そう、うん、そういう新いろんな発見っていうんですかね、うんうん、でだから、まあ、変な話ねいくつになったってね、うん、皆さんあるんですよ発見もう諦めるなんて、ね、そう諦め
諦めるのも別にそれが悪いわけじゃないんだけど、うん、諦めることないのかなっていうのは思うので、それが私の今年のね、最も収穫かな、うん、なんか。あ、なるほどね、うん、とにかく自分大事にしてたら、うん、はい、そのうちなんか本当の自分がまた一つ出てくるっていうようなね、ムクムクと顔を出す、いいですね、うんうん、それがほらなんか私はすごくなんかこう無理にこう誰かから引き出されるとか、うん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 、無理にこうなんか取り出されるみたいなのあんまり好きじゃなくて、うんうんうん、押し付けられ感がすごく嫌だから、だからそのね、今も言ってた、自分からこう湧き出てくる、うん、しかもこうムクムクとなんか出せと言われないのに勝手に出てきましたみたいなのってすごく大事だし、一番なんか素直な自分の声なんじゃないかなって。そうですね、うん、まあ、思いますね。でももちろんね、あの、うん、私はその環境的に、うん、そのストレスクリアコーチングっていうものをやっているから、うんうん、あの皆さんと共にずっと学びも続けてるじゃない、うんうんうん、で月1で必ずあのトレーナーの方、コーチの方は学んでいただくっていう時間が、丸い1日とってね、そういう時間が毎月あるんですけど、うん、それは別にコーチングだけのことではない、自分の未来を考えたりとか、うんうんうん、自分の本音ってなんだろうねみたいなのをね、うんうん、あのワークみたいなので見てたりとかするじゃない、はい、いろんなことやりますからね、うん、だから、うん、やっぱりね、そういうのもね、大きく影響はしてるんだろうなっていうふうには思いました。そうですよね、うん、はいはい、あの定期的にね、ちゃんとそういう学べたり、そう、情報が ね、なんか入ってくるっていうのはね、そうそうそう、うん、いいなと思って。上がるっていうのは大切ですよね。そうそう、だから、うん、まあ、あのもちろん皆さんがねそういう環境にあるわけではないとは思うんですけれども、うん、やっぱりそのなんかちょっと諦めかけてる時もさ、テレビで見てても、ね、うん、なんかネット見てても、うん、本読んでても雑誌見てても、うん、なんかひらめくっていうか、うん、あれピピッとくるとかね、ピピッてこうアンテナ立つ時あると思うので、うん、なんかそれを大事にするっていうのがいいのかなって、ね、それが趣味の形でね、うん、すごくあの花開く方もいらっしゃって、ね、そうそう、何でも、うん、いいですよね、ボランティアみたいな形でっていう方もいらっしゃるし、それがお仕事につながるっていう方もね、いらっしゃるだろうからね、いらっしゃるだろうしね、そう、どれでも、そう、本当本当、この間ねちょっとあるところで聞いた話なんですけど、はい、まあなんかそうやってこうだんだんこう感性がさ、うん、豊かになっていったりとか、うん、なんか自分の本当に内なる、なんだろうね本当の自分っていうのか、なんかその難しい言葉は何でもいいんだけど、うん、なんか本当に今まで分からなかったような自分がさ、うん、なんとなくこう感じられるようになっていった方がね、うん、はい、ある時からね、こう道端の咲いてる花とかさ、うん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 、それから生けてる花でもそうだし、うん、とにかくお花っていうものにものすごく興味を持つようになって、お花、はい、でね、全然それまでそんなことなかったんですって。へー。そしたらね、なんかね、お花の香り、うん、匂いにものすごく敏感になってって、お、うん、はいはいはい、どうしちゃったんだろう私みたいな、うん、なんか開花しちゃったみたいな、うんうんうん、それで、うん、あの、うんうん、よくフラワーレメディとかさ、はいはい、あのね、自然療法みたいなのでね、うん、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、はい、そういうのあるじゃない、はい、なんか、体のためにこういうお花いいんですよみたいなね、うん、はい、なんかそういうようなんですよ、詳しくはわからないんだけど、はい、そういうようなそのお花の香りとか、うん、お花の個体とかが、うん、例えばリカさんにはこのお花が合ってますみたいな、うん、あ、はいはいはい、その香りとかをこう嗅いでいると、うん、すごく元気になるとかね、元気になるとか癒されるとかね、うんうんうん、そうそう、はい、そういうのが分かってきちゃったんです。分かってきちゃったんだって。すごいですよね。そんなことあるのみたいな、そう、だからまだまだね、うん、なんかさ、本当私もだし、どなたも、うん、本当に世の中のどなたもなんか秘められている才能みたいな可能性とかさ、うん、そういうのあるんだろうと思うんですよ、誰しにも、ね、自分にも気づいてないものすごい宝物みたいね。そう、うん、だからそういうのがね、出てきたらいいなみたいな、うん、うん、
で、まあ、だからもちろんそういうためにコーチングだとか、うん、まあ、セラピーだとか、うん、いろんなものが世の中には存在してるし、うんうんね、うん、なんかそれもご自身にぴったりなものとね、うん、出会えるといいのかなって思いますね。何がそのきっかけになるかってね、分からないですからね、本当にね、うんうん、すごくいいななんて思いました、うん、へーと思って、なんかそしたらさ、うん、まあ多分ね、そういう話を聞いたのも、うん、ちょっとこう、いや、もしかして私の人生まだ終わらさなくてもいいかもって思ったのも、ね、一つあるんですよね。なるほどね、うんうん、そういうあのどなたかからの情報っていうかね、そう話を聞いて自分の金銭に触れる、ちょっと ね触れたの、きっとそういうものだったんでしょうね。でね、なんかまたね、愛前後してね、うんうん、ある人がね、あのそれ本当にあのズームで話ちょっと話をした、ほんのちょっと話しただけの方なんだけど、うん、私さ動物が苦手じゃないですか。そうね、猫でも犬でもどんなに可愛いものでもちょっと怖いんですよ、なんか内心怖いんですよ、うんうん、でちょっとビクビクしながら平気そうな顔しているだけなんだけど、うんうん、子供の頃からずっとそうなんですけどね、うん、なんかその方もね、うん、もう犬怖くて、うん、近づけなかった人なんだって。その人はね、はいはい、今年のなんかね、うん、春過ぎぐらいから、うん、なぜだか犬を飼う気になって、うんうん、で今はね、うん、ものすごい犬が可愛いんだって。あーみたいな、だからなんかそういう話がね、こういろいろね立て続けにね、うん、私にたまたま入ってきた耳にね。あなるほど。なんかやっぱりそれって何かのきっかけでこう意識がうっとなんか変わったりとかするするのかもね、ですかね。そうと思って、うん、っ私の娘も、うん、だって子供の頃にですよ、子供の頃じゃないな、あのある程度の年齢になってから、うん、なるまでずっと猫アレルギー、ああで、もう触るとなんかいろんなところが赤く腫れちゃうみたいな人だったのに、なんかおそれがマロ様大好きだもんね、マロ様の前に出会ったある猫ちゃんのおかげで、うんうん、あそっかそっか、で全くそのアレルギーがねなくなったんですよ。素晴らしい。それで お家にもマロ様も迎えられるようになった。もうほんと何か薬飲んだとかつけたとかそれも何もないのに、うん、アレルギー治っちゃった。治っちゃったんだ。ほんと今でも不思議。でもやっぱりそれも意識が変わったからってことみたいな、なんかわかんないけどね、深いところに隠れていたものかもね、何かね、うん、そうあのなんだろう、その猫ちゃんとつながれた感覚になったのか、うーん、まあ本人もし来るようなことがあればそれも話してもらえばいいけどそうですよね、来年はぜひぜひねゲスト出演してほしいなみたいに思ってるんですけどね、本当本当なんか、そうそう、そのメイはすごい感性豊かな人なんですよね。だからそういうこと起きるんだろうな、ね、やっぱり多分 ね、そうなの、そうだから理屈じゃないんだけどみたいなことが起きるっていうのが面白いですね。そうだからさ、みんな皆さん私たち一人一人がなん か感性みたいなもの、うん、感じる力みたいのが、ね、どんどん掘り起こされていくと、そう、うんね、そう、人生こんなもんかななんて思っていたのが、いやいやいやそんなことないかもしれないっていう ね何かやっぱりそれってあの生きる意欲とか、うん、原動力になっていくじゃないですか、なるなるなる、うんうん、そりゃ誰でもそうじゃない、やっぱりそのさ、なんかもちろん悟り開いちゃったみたいに、うん、もう人生達観しましたって、うんまあ、それも全然素晴らしいんだけど、うん、そこまでまでさ凡人いかない私なんかはなんかやっぱりあこういうことをやってみたいとか、うん、あ これ例えば学んでみたいでもいいと思うし、何かこれを私が作ってみたいでもいいと思うし、うん、なんかね、うん、新しいことに出会えていくとやっぱりエネルギーは上がるのよ、うんね、本当にそうですよね、そう、うん、みんなそれぞれがそういうものを実は今まだ知らないけど、そうっていうでもあるっていうのがきっとね分かってきたら楽しいですよね、うん、楽しいですよね、うん、だからなんか私は、まあ、今年そういう、まあ、大きなこうね退任するっていうことと、うん、でぽっかり穴が開いちゃってちょっと寂しいなみたいなのと、うん、でもそしたらその後にまたなんか新たなものがこう
出てくるみたいなね、うん、こう変化の年で、うん、うん、なんか そこはすごくなんていうのかな、いい年だったなって、 その点でいい年だったなって思っています、うんうん、で、まあ、もちろんそのコロナっていう、まあ、全世界的にすごい私たちがちょっと大変であったから、そこのところはもちろん、うん、本当にいい年とは言えないかもしれないけど、うん、なんていうの、家にこもってたりすることで、うん、ちょっと時間もできるっていうのあるじゃないですか、わさわさしないっていうかね、うんまあ、そういうことも、うん、そういう変化には、うん、きっとなんかつながってるのかなっていう気もしていて、うん、なんかコロナさんありがとうじゃないけど、うん、ちょっとそんな気持ちもね、まあ、コロナの、うんまあ、あったりもします。おかげでなのか、コロナのこの時代みたいな、ね、そうかな、うん、そう、どっちもどれもありだと思います。そうです ね、ちょっとねそんなことも感じたりしました、うんうん、私もそうだから、家にいる時間がね、うん、思っていた以上にすごく増えて、うんうん、コロナになったことで、うん、多分退職したら、うん、どれだけいろんなところに飛び回りたくなっちゃうかみたいな、うんって思ってたんですよ、はいはい、だけど出られないそうか出られないからね、出られないから本当におこもり状態だったんですけど、だからその分その猫のマロ様ともだいぶ一緒にいる時間が増えて、やっぱりねマロ様はたった一人よりも、うん、うるさくない程度に誰かいるっていうのが好きみたいで、うん、そうじゃないかしらやっぱり、ちゃんとね、なんか夕方から夜突然ちょっと買い物突然どうしても行かなきゃいけないから、うん、一人ぼっちにするとかってすごく行っちゃうのみたいな顔したりとかもするので、なんかそういう表情もよく観察できるようになったっていうのも、うん、なんかすごく良かったなって思っていますし、そうですね、あとはさっきもさぎやさんも言っていたこのアズリさんとの出会い、うん、ほんとそれは結構私にとってもごく最近のことだけど大きいかなって思ってます、うん、ね、うん、そうそう、そう、なんかすごく文章を書くのがなんか苦手っていうか、もともとは子供の時とか文章を書くの好きだったのに、うん、なんか大人になってからは、うん、なんかいろんなこと考えると、うん、なんか思うように書けない考えすぎちゃって、ね、そうそう、多分考えすぎちゃってみたいなのがあって、うんうん、なんかサクサク書けないでいたり自分がいたんですけど、うんうん、このあずりさんね、うん、今日もですけどね台本も何もない、打ち合わせもほとんどなし、ほとんどない、テーマも何もほとんど、まあ年末だからね、ほぼ決めてほぼぶつけ本番で、ねえね、だからまあだから申し訳ないようなことをしてるのかもしれないけどね見てくださってる方たちにはね、何人だって、でもなんかこのライブ感をお届けするのがこの時間のなんか良さかなって、そうですね、まあ私は勝手に思っていて、いや本当にそう思っていただけたら嬉しいですね、うん、で逆にそれが良さかなって思えて、こうやってなんでしょう、この書くこととは全然反対のなんか本当に楽しく喋れているのが、うん、自分で不思議って感じです ね、やっぱり向き不向きなのかな、多分ね、うん、そうなのかなと思っています。これは私にとってもものすごい大きなご縁だし、うん、大きな発見っていう感じです ね、うん、ね、そう、本当にあずりさん感謝しております、うん、ね、で今もなんか見てくださっている方々も、あ、本当なんですか、ありがとうございます。いらっしゃるのでありがとうございます。嬉しいですね、うん、はい、じゃあ2曲目をご紹介お願いします、うんうん、はいはい、今度は私からの曲っていうかで、いろいろ実はね迷ったんですよ、うん、なんかイマジンだって、同じように洋楽にしようかなとか、うん、私の青春時代ほとんどが洋楽だったので、実は上げ出すとでもなんかいろいろキリがなくなってきて、うん、どうしようって思った時に、うん、あー、なんか坂本九ちゃんって、それも娘と話をしてる時に、ね、あ、九ちゃんね、で上を向いて歩こうってすぐ出てきたら、うん、なんかこのコロナになってからもね、うん、YouTube とかでいろんな全国の方が、うん、集まってオンラインでそれぞれの上を向いて歩こう歌うっていう、そういう企画とかもすごくあったみたいで、
そうなんだやっぱりって、で、いいですね、で そういうこともあのされてたりとかする方がたくさんいらっしゃるっていうのも知ったのもあり、今日はその坂本九さんの目を向いて歩こうを、お届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の涙がこぼれないように泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないよ、泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜、ひとりぼっちの夜。はい、上を向いて歩こうと、はい、画像をなんかピックアップして選んで動画にしてみましたはい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ね、はい、まあ、なんかこうそれこそ年の瀬年末でバタ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 している時だから、まあ、よりなんかちょっとこうなんていうんだろうな、自分に戻れるような、うん、そう今ね Facebook ライブのね、裏コメントというか裏のお話ではちょっと言ったんですけど、なんかこうただ楽しい嬉しいとかいうだけじゃなくて、なんかこう物悲しさみたいなのとか、人っていろんな感情が入り混じってるのが当たり前だと思うので、物悲しさみたいなのと、あとそのちょっとこう温かみ、温かさみたいなのがこう一緒にあるっていうのが、なんかそれこそ癒されるかなって、すごく思います。そうそう、今ねこの時期すごくほら忙しい、せわしい、まさに師走のこの時期だからこそ、ちょっと見て、まあ、見てくださる方自体がなかなかねいらっしゃらないかもしれないけれども ね、でもなんかね、まあ思いは伝わってるかなみたいな感じで、そうですね、はい、よかったです。はい、そう、なんか今のお話にもあった
楽しいとか、うん、希望に満ち溢れてるとか、うん、ものすごく元気とか、うん、そこはそれですごく大切だしいいことだとも思うし、うん、ただの人間っていうのは、まあ、喜怒哀楽ってね、うん、まあ、四字熟語のように、その絶対楽しいとか、うん、嬉しいとかっていうだけではないわけじゃないですか、うんうん、悲しかったり、はい、いろんな気持ちが、ね、怒りがあったりとかね、もう入り混じっているのがね、うん、そうそう、人だからね、そうそう、もしかしたらこう意地悪な自分とかね、そんなのがいたりとかっていうのが本当に人間だなと思うので、うん、あのさっきの、まあ、私イマジンをね1曲目に選ばせていただいたんですけれども、うん、世界が平和になるっていうね、うん、大きなものはもちろん大切なんですけど、うんうんうん、なんかやっぱその出発点は私としては自分が、その自分の中の小さな世界っていうのかな、うん、自分の内面っていうか、うんうん、そこが平和になっているっていうことがもう絶対必要だと思っていて、そうですよね、うん、だからその平和のためにはですね、うん、実はその悲しいだとか怒りだとか、うん、その意地悪な自分とかね、なんか例えば高慢ちきな自分とかさなんかそういう自分をちゃんと受け入れるっていうのかな、うんうん、まず自分がちゃんとそういう自分を分かるっていうかね、うん、そうでなんかこう、うん、変えていこうとかっていうのも、まあ、次でいいと思うんですよ、うん、まずはそういう自分を受け入れて、うんうん、あ、もうそうなんだなと思って、うん、あのなんか自分と仲良くしてあげるっていうのかな、うんうんうん、そこですぐに戦いを始めちゃってさ、うん、だからダメなんだよって、うん、自分を否定していくんじゃなくって、うん、あ、そっかそっか、例えばその高慢ちきな自分であろうが、うん、意地悪な自分であろうが、うん、そこにもなんかやっぱりそうしてないといられないさ理由とかあるんだろうと思うので、その自分と仲良くして、うん、自分の内なる世界が平和になっていくところが、うんうん、まあ、どんどんまた進んでいくわけじゃない、うん、そうやって仲良くしていくことから始めていけば、そしたら、あ、やっぱりそのこういうふうに考えた方がなんかなんてね、意地悪じゃないのかもしれないなとかさ、うん、それは次の段階としていろいろ出てくる、うん、でどん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 ね、本当はこうだったらいいよねとかね、自然と変わっていくものだと思うから、うん、だからまずは今の自分っていうのと仲良くしていただけると、うん、そうだ、めちゃくちゃ自分の中で自分が自分と戦ってたりとか、うん、よく起きることだけど、そうそうそう、それ自体もみんなの中に起きますね、うんうん、それ自体もあーって戦ってるんだ、そうそうそう、戦ってるんだ、もう絶対許せないこんな私とかってね、そこも受け入れるっていうのかな、うん、そうそうそう、まずはそこかもしれないね、うん、一番最初は、ね、まず知るっていうかね、そうそう、知って受け入れるっていう風になって、うんうんうん、行けたらね、行けたらいいなって、いいですよ、ね、本当そう思います。でなんか一人一人の、うん、一人の世界が平和で、一人の内側の世界が平和であることで、うん、周りの人との世界っていうのも何かそういうものが作られていくんだろうし、そこが全部広がっていけばいいのかなっていうのをね、すごい感じてるので、ね、まあ、私としてはね2021年はなんかそういう世界の、はい、うん、目指して、目指して、より目指していきたいな感じです。はいはいはい、そこにフォーカスっていう感じですか。そう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 。じゃあまたそれは新年明けたら改めてどんな抱負が湧き上がってきましたか、まあ、みたいな、そうですね、またね、話にしますかね。いや、そんなこと言ったら全然違うこと言ってたりするけど、またね、ある時ふと夢に来ましたとか言って変なこと言ってるかもしれないし、わかんないですけど。リカさんは例えば今、はい、来年どうしようかなみたいなのあるんですか。来年どうしようかな、うん、私はね、うん、なんかそう、今年がそのやっとなんだろう、自分の時間が増えて、どれだけのことをどんなにできるだろうなんて勝手に想像していたのに、なんか思ってたほどそんなにガンガンやれなかったというか、やらなかったんですよ。それよりも、うんうんうん、なんかこうのんびりぼーっとしてそれを味わってたっていう感じなので、うん、もうちょっとこうアクティブに、うんうん、やりたいことをやっていきたいっていうのはちょっと思ってます。
だからやっぱりそういうのもさ、自分の中からムクムク出てくるのがいいんだよね。そうですね。私のぽっかりからちょっとね、うん、変わってったのと同じようにね、うん、そうだからそこって人によってもまあその時間も違うだろうし、うんうん、なんかまだのんびりしたい私なんだわみたいな、あそう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 、そこを受け入れた先にまたね、ま、波があると思うので、そうですね、それもそのままいつでもまあ今の自分のをこうなんか仲良くしてあげてる、うん、ね、とても大事かな、まあ、私こうなんだが大事ですよ、はい、そう、うん、ということで、はいはい、今日は2020年最後の放送になりました。次回はですね2021年1月5日火曜日11時にまたお会いしたいと思います。はい、はい、じゃあまた皆さん来年もですね、さきなと以下の世界は癒しに溢れてる、良いお年を迎えてください。良いお年を。